よいしょーよいしょー、始まりましたハッピーシブ、せーの、3回目ありがとうございます。今日はですね、視聴者の方も2人1人くんねんって、今からめっちゃ大事な人がくんねん。今回、予告見た、みんな言ったって予算君言ったって今回、旦那さん、はい、お疲れ、ありがとうございますやった予告で言った通り、今回は葵と萌奈がリアルですね。モナとクルミの彼氏がいる場所に隠しカメラをつけて、そんなモナの彼氏にもネタバラシジェラシーの情報、結構見てる人いたよ。いたね。なんか放送されて、あれあんまり告知できひんかってんな。そう、出ますよってあんまり言ってなくて、意外とみんながめっちゃストーリーに載せてくれたり、モナ出たみたいな感じだったよな。見てくれた人がめちゃめちゃ多かった。それの秘話を紹介いきます。はい、ではですね、皆さんお待たせしましたよ。休憩を1時間30分しましてお待ちかねの、皆さんは待ってないけど私たちは待ったけどジェラシーの女王を見ていきたいと思います。楽しみ。これをと押してスタートで押してストップでお願いしますどっちがどっちやねではスタート。恋愛のジェラシー大好き、こういうの。彼氏がすごい私に嫉妬してくれる。逆ね。そう、彼この子ですよ、一人目が。あ、人目、皆さん覚えてますかね。一人目のこの子やったっけ。そうやで、よく見てこの子やねんって。スタート。彼氏からの強すぎるジェラシー、あるよな。こんな可愛らしいキキララみたいな髪型したカップルだけど、街中でこれはもう何キャッチされた人。そうやで、そうやで、声かけられたよね。あ、そういうこと、そういうパターンもあるよ。そういうパターンもあるよ。嘘か本当か、私たち彼がキキララちゃんみマミ令和の男彼氏が来たよ見て半目つらちょうどいいところやね。つらい武器 LINE だけって言ってるやん。 LINE だけじゃないよ、3つ持ってるから。何インスタ、スナッチャ、LINE。正解。ほんまするな。スタート。最強の武器は LINE。 ラガーマンと付き合うモデルのモナさんも綺麗な LINE 無視したら永遠来ます LINE 電話電話電話 LINE 電話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 モナモナ、うわうわ、返信がないと最速の LINE が永遠懐かしい、これ覚えてるこれ。皆さん言っときたいのが、この文全部ほんまもこれ、あの編集とか思ってるやん、ほんまもんです、こちら。おいでで、俺の口調が嫌やった、言い方嫌やった、めっちゃ気にするんだよ、かわいいな。電話も何もしたから、うんだりしたよな、せんといた方がいいか、したいけどしたいかよ、俺かわいい、続きちょっとだけ見てみよう。いや、歌わない。電話できる？うわ、俺は用なしか。やっちょっと待って、ちょっと待って、この人誰ボイス、俺は用なしか、そんなんちゃう、そんなんちゃう。電話できる、俺は用なしか、お前は用なしか。こんな感じちゃうから、もっとテンポええわ俺。じゃあ、そう、もうパン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 来てるし、なんかかまちゃうよね、電話できるみたいな、俺は用なしかみたいな。そんなクールに決めてないから、用なしか、そんなんちゃう。どうぞ。俺との電話だるい。おいおいおい。何？何？ちゃうちゃう。よしよし。いちいちやねんじゃこれ。電話だるい。俺との電話だるい。みたいな。見よ。来るラインは50通以上。地獄絵図だね。東京23区の取材で見つけた。強烈なジェラシー彼氏を持つこの3人。ガチされるか、すごい。一体どのくらい嫉妬深い彼氏なのか、こんな検証。かわいい、覚えてるこの写真、いつ撮ったか。あれやろ、俺は外したやばいぞこれ
これ銀座で髪の毛終わった後正解。あのね、いつも葵とあの髪の毛切るときは切ったり染めたりするときはいつも言ってへんねん。で、葵とただ合流してえ、染めたみたいなのをいつもやってます。気づいてくれた。始まった。独特の空気というかね。面白そう。でも私が一番彼氏に嫉妬されるという自信がある方々がいらっしゃってるってことですからね。めちゃめちゃあります。めちゃめちゃ自信あるの。あるやあるや。もうあのラインからしてあるや。モナイがおらん。もうこの時モナもモナイがおらんやろみたいな。こんな感じよ。誰がおんねん出てこいやみたいなのやって。そう。なんか3人おって最初からちょっとみんななんか牛のやろみたいながあんねん、わかる、うん、で優勝したら最後まで映れるんじゃないかなみたいな。もう何も分からへんから。でそれはだからもう見えへんこの鍵があるな。そう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 、どんな子やろみたいな感じの中でのモナのめちゃめちゃあるやったこれが。まあそれは切り取られてパーンやで。今回は嫉妬彼氏が大好きなこの LINE を使い、同窓会に行くが8時半に帰ると伝えてもらい、突然帰るの終電ギリギリになると一斉に LINE を送信。これやばいんだ。1時間で最もジェラシーな LINE を。待って待って、これどう考えても青い真ん中。え、こっち、こっち、赤、赤、どれ赤、多分赤やろこれは。分かった、赤やなこれ、赤や。検証スタート。うわ、ドキドキする。それぞれの彼氏に終電ギリギリになると一斉送信。これな、8時半のタイミングで。8時半か、そのぐらいやったな。そうそう、8時半ぐらいのタイミングで、まあ言うと、この後に会う予定だったんですよね。会うというか、バスに乗って大阪に帰る予定だったから。そう、年末の初めての私のお家へ葵をあの連れていくっていう大きな私たちはね、大きなプロジェクトを待ってたわけですよ。この後にそうやのに、そこで私がちょっと遅くなるっていう感じやな。はい、行きましょう。すると誰が一番早い。送信送信。いや秒でつくんじゃない。一斉に記録つきました。早い。なんと一瞬で既読をつけてきたくるみの彼氏。そのタイムわずか5秒。5秒、速攻記録。早っ、レスポンス。こんだけどうなん、先先手取られてるやん。先手取られてる。どうじゃあこれな、これなガチで、あのまあ葵はあのこれご飯行ってるんですよね。葵のお兄ちゃんとご飯行ってて、モナは一応把握してるわけよ。仕組んでるわけよ、こっちそら。わかる、葵の状況を。で、葵は人とご飯行くときあんま携帯見ないんですよ。で、もし見るとしたら相手がトイレ行く、もしくはめっちゃ気にしてくれるときは葵がわざわざ立ち上がってトイレ行って連絡してくるから、なんかまだでも最初はこうへんなと思ってた、そう、このスタンスはこうへんなと思ってた、めっちゃ。そう、でももう速攻過ぎたから、あのもう優勝取られる思って。情的にはどうやって。情報的には情報的にはまあ、一旦まだ始まりたてやん、まあ一旦休みよみたいな感じや。そう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 、じゃあ通行いきましょう。応じてないけど。いや4分でしょまだ。だって既読ついた。あだあ、モナさん来ましたね。みんなそんな遅くなるんだ。そんな遅くなる。一言じゃ終わんねえんだ。やっぱハテナで来るってことは、やっぱとりあえずコミュニケーション取りたいんだね。ですね。開始から5分。このモナの反応な、これな、そんな遅くなる。モナはまず、あ、怒ってんなと思って。あ、思った。そう、これジェラシーとかじゃなくて、これはあのこの後私らはその会うっていう予定があったから、それに対してモナが急に遅くなるってなったから、ちょっとおこやったかなっていう顔の表情。何そうや、ね、俺はそうやろ、マジでもう遅れたらもう結構ブチギレよ。ブチギレよ、ね、もうこの時にもうちょっとお前遅れんのぐらいの心の中は。え、やんな、これちょっとブチギレやんな、やんな、ハナ言ってんのみたいな感じやんな。いや、これはもう一緒やったね、やっぱり考えが。どうぞ。モナとクルミの彼氏から返信はあったが、ユミカの彼氏は。そう、あれ多分寝てるかもしれないですね。あら、ラッキー。もしかしたらリアルですね。実は今回対決を盛り上げるためあるものを設置。それが
モナちゃんとくるみちゃんに協力してもらいまして、嫉妬彼氏のいる場所に隠しカメラ忍ばせたんですか。モナとくるみの隠しカメラ。分かるわけない、分かるわけない。マジでやばい。これあのお店にちょっと協力していただいてて、そう前日に急遽ここでお願いしますって言って、いいよって言ってくれて、この白いあの部屋にお兄ちゃんと2人って、え、何個やったっけ、カメラ何個仕込んでたっけ。5台、5台仕込んでて、え、気づいたっていうかカメラ自体。いや全く気づいない。え、これはどういう流れやったん、これどんな感じでここに。まず12月終わりやん、うん、いきなりあのお兄ちゃんから、うん、あの飯行こうってきて、うん、まあ葵も誕生日何もできてないし、クリスマスプレゼントも渡したいから、いどんな嫌人気やねん。でもちょっと、いきなり唐突すぎやなと思ってんけど、まあまあそこまで言ったらまあ言ったろうかな。まあ2人差し差しとか言うから、まあ差しかも、おおすごいすごい敏感やな、敏感ちゃう。まあまあまあ、いつもより連絡がちょっと早かったね、 LINE のレスポンスが、うん、これちょっとおかしい。モナも飲み会行くって言ってたものの、うん、あこれ行ったら場所にそこの場所におるパターンやなと思って、モナが、うん、まあ、それもちょっと予測しながら行ってたわけよ、うん、で行ったら、うん、まあガチの差しよ、ガチの差しよ、そしてこの部屋この部屋、ああまあこっちで楽しもうと思ったら、うん、めちゃめちゃ協力的な、めちゃめちゃ仕掛けに行ってということで本日はこちらの方に今日もさアタクルでーす。イエーイ。緊張した？緊張も飯の味なんか覚えてないもん。いや俺はうまく食べてたよ。カメラの位置もやし。あ、そうか、全部わかるんか。全部わかるから。で、葵が来るまでにその位置とかをこうカメラ置いてくれてたってこと？そうそうそう。ちっちゃいカメラ、あれやろ、キーのやつや、キーのやつ、車のキーのやつ、あのさ、車のピッてボタン押すやつあるやん、あれの先にカメラついてて、あれが葵のここから交差してんねんな。そうそうそう、もうその位置事前に調整したりとか、葵携帯いじっとる間にちょっとこんなん両方でずっとこんなん、あ、え、タクルがいじっとったの。そうそうそう、え、強っ。でさ、タクルが持たないカバンがあってんの。そうやね、まず、まずキーもまず持たんねん。あのいつも仕事で車使いません。あ、使いません。で、あのいつもあのバッグ一つやから余分なバッグ持ちません。持ちません。この二つ何？一体さ、このポーチみたいなこんぐらいのまさにビデオカメラ用の穴しか開いてないこうカメラ挿す用のあれがよくにあってんの。それに気づかない葵。いやそれはまああの一応あの先輩のあの荷物やから持っといてって言われてたんで。まあ俺もあの素直な弟でピュアな弟やから。それは兄貴が言ったことはもうその名前だと思うやん。もう一回見ていきましょう。ありがとうございます。タクルでした。スタート。ポップなスタンプを送り嫉妬の素振りを感じさせなかったくるみの彼、その現在の様子が、この子バリおもろいねんって。この子おもろない。これはあそこにおる時点ではこの映像は見れへんかってんけど、そう、後から見ても爆笑やな。めっちゃ切れてる。やばい、絶望的。そう、これさ、最初さ、連絡来へんかったやんか。葵が連絡せんの分かってるから、最初はあのタクルに連絡して、一旦部屋出てっていう一旦部屋出て、葵返事させるためにっていう、それはあった。40分ぐらい出て、40分ぐらい出て、40分寝て、また5分ぐらい入ってきて、また出るわけやな。やば、え、仕事大変やな、言うてるね、これ、やばない。実際、全然気づかなかったな。全然気づかなかった、普通に仕事で電話してると思ったし。この子仕掛けやすいです、皆さん。この子仕掛けやすい。ジャクルは操作してた。あの、操作してたな。してた。操作してたな。操作してたな。その異変は別に感じなかったと。しないね、君何もね。続きいきましょうか。続きましょうか。Let's go。 して待ってる姿なんて一番見られたくないもんね。これはこれ見られたくないな。検証開始から15分、ここでモナの彼がこんなラインを。うわ、真面目に言ってるな。ライン、あ、かわいい。え、来た、かわいい、かわいい。待ってー、待ってー。じゃここは止めんのやめよ。これやばいって。これ見ようか。見ちょっと続きだな、見よう。何？なんかちょっと。待って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 。死ぬ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 死
言われて送ってきたのはモナの変顔動画。そこにはある狙いが。説明します。あのね、カマチョだから私が変な顔してる写真とか動画を送ってきて、なるほどね、そうそうそう、気を引くんだ。そう、気を引いてる。どうしてもモナの気を引きたい彼氏。ここ気引きたいのよ、この真剣な顔。そんなこの時の顔知らんけど、モナのイメージ的に葵はモナが反応しないしタクルいないから、多分ずっとアルバム見てその動画を探して、ね、送ってまた探して送ってやってたやろ。おもろいやつ探して全部こっちとら、もうめっちゃびっくりしたし、普通に見られたくないしな。ほんでここの画面にあれがドンって映ってるんで、おもろいや、え、おもろないわ。恥ずいわ、めっちゃめちゃめちゃ恥ずかった。これ次行こう、で次行こう、でさらなる行動を。あ、またうーって言ってる。これ見る、すごい、動画めっちゃ怒ってきて、ツンツンからのウーだ。俺のモナ、ちょっと隠し回っていいですか。そろそろ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 いいですか。すいません、すいません、続けて、すいません、再生お願いします。動画、甘い言葉からオラオラの態度まで多彩なパターンで気を引こうとしてるけど、これイケメンだから可愛いで許されてる感じだよね。もう弱った。するとくるみの彼氏高文も来た来た来た。すごいです、あの全く同じ体勢してます。これはおもろい、これはおもろい、これはおもろい。でこの時点で多分もう一人の方、もう一人の方はもう演じが結構なくて、そうめちゃめちゃリアルやって、そうあんまり放送されてなくて、結構みんなにももう一人の方は何なのみたいな感じ聞かれたけど、ガチすぎるからあの返事がマジ来なかった。もう寝てしまってたから、そうそう、ちょっと残念やけど、モナはめちゃめちゃ寝てた。あれはベビーに対してモナ言ったような、あのジェイ君と飲みに行くって。ああ、前置きがあったな。そうそうそう、これね、前置きがあって、みんなこれが大事やねって、まあ、女の子覚えてて、別に誰と飲みに行ってもええよ。え、さっきのこれ大丈夫そう。もう一回さっきの戻る、これさっきのこれ大丈夫そう、大丈夫そう、はい、大丈夫です。何がそんな嬉しいの、嫉妬されることの。愛情の塊でもさ、プレッシャーになったりはしないの。しません、一番だから。こんなにいっぱいたくさん女性がいるのに、私のために時間割いてくれるから。なんでしょう、なんでしょう、ええ番組やな。殺してるな。番組に込めてる、いった番組に込めてる。嫉妬彼氏からもらう LINE の数と熱量で愛情を確認していたんだね。なるほど、タイムアップです。すごい、もしかしたらリアルですね。そんなモナの彼氏にもネタバラシ。めっちゃびっくりした。じゃあモナ、ちょっと顔の前でパチンやって、パチンやって。髪の毛いける？はい、いけるよ。はい、よっしゃ。え、ちょっと一回チェックしてくる。いくよ。はい、お願いします。ということで